動画をご覧いただいてありがとうございます。韓国早とちりも人のせい？ G7 入りを勝手に解釈して赤っ端確定というテーマで今日はお送りしていきたいと思います。先日からですね、ちょっと連日でお伝えしている韓国の G7 入りですが、ようやくというかやっぱりというか、答えが出ましたね。まあこれからのトランプさんの動き方ではまた、事態は変わるかもしれませんが、まあ、一応国際的な組織としての G7 の考え方ははっきりしたんではないでしょうか。うん。まあ、今のですね、まあ、このコロナ禍における対応としてはですね、自国ファーストの考え方では成り立たないにもかかわらず、韓国の今回の G7 に対する反応はですね、まさしく自国ファーストですね。国の区画が上がるみたいなね、まあ、その辺に目がくらんだ形になっています。赤っ端時間が半端ないですね。うん。中央日報がですね、掲載したコラムで、トランプ大統領一人だけの考え、韓国はもてあそばれた格好という記事、これはですね、まあ、トランプさんのせいで韓国がもてあそばれたというふうに言ってます。他の国にはですね、まあ、そんな反応した国はないんですけどね。まあ、記事が少し長いので、割愛してご紹介したいと思います。記事の最後にですね、まあ、今回の G7 への韓国の招待と、勘違いの流れを整理しましたので、少し長めですが、最後までご覧ください。それでは行ってみたいと思います。今年の G7 議長国である米国のトランプ大統領が、ムンジェイン大統領を、今年秋に米国で開催される G7 首脳会議に招待した。電話で自ら招待の意向を伝え、ムン大統領は中国のため慎重な態度を見せるはずという予想とは違って心よく受託した。その2日前にトランプ大統領は、時代に遅れた G7 では現在の国際情勢を反映しがたいとし、韓国、インド、オーストラリア、ロシアを招待対象に挙げた。ムン大統領との電話でも同じ話をし、追加でブラジルにも言及したりもしたと。メンバー拡大構想とともに出てきた招待であるだけに、一回きりでなく正式メンバーとして韓国を迎えるという意味と解釈される余地を残したと。うん。まあ、ここで一発目の大勘違いをしてるわけですね。そんな風に取るかな、しかしね。うん。はい、続いて見ていきたいと思います。電話会談の翌日、青瓦台は G7 の拡大と韓国の参加を既成事実化した。トランプ大統領が韓国を G7 首脳会議に招待したのは、一時的オブザーバーの資格ではなく、G11 または G12 という新しい国際体制の正式メンバー資格とし、これは韓国が世界の秩序を率いるリーダー国の一つになるという意味と説明した。 G20 からさらに一歩進んで G7 に上がれば、骨格の上昇と国益にプラスになるという言葉を付け加えたと。うん。まあ、ここでですね、喜び勇んでもう発表しちゃったんですね。単なる相談というか、まあね、トランプ大統領にしてみたら、ちょっと言ってみただけ的なところもあるでしょうしね、まだまだやらなきゃいけないことはある中で、まあ、それをですね、もう、韓国に言った瞬間に、G7 ではもう古いと。G11、G12 と。いうことで韓国が正式メンバーになったという発表してしまいましたということですね。うん、普通はしないですよね。はい、まあ、こういう検討が進められているようですというぐらいにとどめるのが当たり前の話だと思います。はい、続いて見ていきたいと思います。しかし1日も経たないうちから青瓦台が請求に反応した点が現れている。すぐに欧州側から反発が出てきた。欧州連合 EU のジョセップ・ボレル外務安全保障政策上級代表は、構成員を変え永久的に構成方式を変更するのは G7 議長国の特権ではないと強調したと。議長国の資格でゲストを招待することはできるが、メンバー拡大は米国が思いのままにできるものではないということだと。ボレル上級代表の言葉は、フランス、ドイツ、イタリアなど G7 の
G7 内の EU 加盟国の意見を代弁したものと見なければいけない。うん。いや、日本も含めてですよね。うん。はい。まあ、こう、性急な反応した点が現れているということですが、まあ、普通にね、常識的な反応をしてたらですね、まあ、こういうことは、なんていうんですかね。うん。あ、そうですねっていうことで済むんだと思うんですけどね。さっさとですね、もう喜びさんで発表しちゃったばっかりに、まあ足元救われたような形にはなっていますが、もともと韓国の対応が普通じゃないというところですからね。うん。はい。続いて見ていきたいと思います。新規メンバーは自国の地位が最高先進国グループの G7 水準に上がると見るだろうが、従来のメンバーは新しく入ってくる国々のレベルに自分たちの地位が落ちると見るだろうと。新型コロナ事態で G7 国家の地位は大きな打撃を受けた。一方、韓国は貿易成功の模範事例と評価され、地位が上がった。とはいえ、韓国を自分たちと同級と見ることに、はならないというのが G7 メンバーの内心だろうと。日本はなおさらだ。アジアで唯一持つ G7 メンバーシップに対する日本人の自負心は相当だと。東洋で初めて近代化を成し遂げて、脱亜入欧に成功した日本に対する西洋人の冷遇で日本は G7 地位を受けていると。植民地だった韓国が自分たちと同等なレベルに上がるのは日本としては耐えられないだろう。一回きりのオブザーバーで参加するならまだしも、正式メンバーの地位なんて話にならないという激高した反応がオンラインに溢れていると。うん。まあまさにですね、韓国の、なんていうんですかね、思いというか考え方がここによく表れているんじゃないかなというふうに思います。普通こんなふうには考えないですからね。うん。まあすぐにこういうふう、感情論というんですかね、こういう内心だろうとかね。うん。韓国は、うん、そんなメンバーに入る、なんていうんですかね、価値がないみたいなね、まあ、そういう見方をしてしまうところが、この国の人たちの、国民性なんですかね。はい。続いて見ていきたいと思います。トランプ大統領が述べた G7 体制の改革の必要性は、2008年のグローバル金融危機をきっかけにスタートした。G20 体制にすでに反映されたロシア外務省の報道官が指摘したように、 G20 があるにもかかわらず G11 や G12 を新しく作る理由があるのかという声が高まるしかないと。それで出てきたのが中国排除論だと。ホワイトハウスは韓国などを G7 首脳会議に招待する理由を、中国の未来をどう扱うべきかを議論するために米国の伝統的同盟国を一箇所に集めようという意図と説明したと。トランプ大統領の招待は新型コロナ責任論と中国の香港国家安全法の通過などで米中間に新冷戦様相が露骨化している状況で、反中親米連帯に列に並べという招待状と解釈できると、うん、いうことで、分かってるんですよね、うん、中国排除論だったり、まあ、今回の新冷戦様相に、まあ、米国側につけという意味合いが非常に強いよということが分かっているにもかかわらず、どうしてそういうね、まあ、捉え前方になってしまうのかというところですね。はい。続いて見ていきたいと思います。新型コロナのパンデミックを経て、韓国の国際的地位は変わった。ようやく先進国隊列に上ったという国民的な自負心も強まった。このような時に名実ともに最高の先進国クラブ入りを意味する G7 首脳会議への招待は断るのが難しい提案だっただろうと。しかしまだだ。英国やフランス水準の国内総生産 GDP 規模から備えるのが正しい。今入ればトランプ大統領の配慮による定員外入学として後ろ指さされる恐れがあると、うん、まあ、こういう考え方も韓国独特ですよね。何なんですかね、この先進国クラブ入りとかね、うん、まあ、G7 に入ると国の格が上がるんですかね、まあ、考え方が全く逆なんですよね。 G7 に入ったから国の格が上がるんじゃなくて、
まあ、それを有した国が G7 で選ばれているというだけなんですけどね。はい、続いて見ていきたいと思います。トランプ大統領の甘い提案に直ちに受け入れる前に、韓国は G7 メンバーの協賛から確認すべきだった。それが外交実務者の役割だと。トランプ大統領の話だけを信じて、キムチの汁から飲む、取らぬタヌキの皮算用格好になる可能性が現実のところ高いようだと。コロナ貿易の成功に陶酔し、この機会に最高先進国クラブまで侵入したいという欲がもたらした外交の恥にならないか心配だと。参謀が反対してもトランプ大統領が強行して実現した米朝首脳会談の記憶が依然として強烈に残っているのかもしれないと。いうことで、もう完全にあれですね。取らぬたぬきの皮算用というかですね。もうなんなら早とちりですよね。相談した瞬間にもうそれが、決定事項というふうに捉えてしまっていますし、何よりこの最高先進国クラブとか、まあそういう見方をしていること自体がですね、まあ端的に言うと終わってるんじゃないかなというふうに思います。記事はですね、まあこのように伝えています。まあ、結局韓国としてはですね、まあこの G7 というものがですね、国の格を上げるとか、まあ、そういう見方しかしてないわけですよね。なので、まあ、そこに入れるということで、もう喜び悼んで国内でも発表しちゃってますし、なんなら、なんだろう、G7 のもうリーダークラスに、もう世界のリーダークラスに、韓国がなったぐらいの勢いですからね。足元が全く見えてないというところかなと思います。はい。これについてですね、まあ、これについてというか今回の G7 に関連して、まあ、ここまでの流れを少し整理してみましたので、ご紹介したいと思います。まあ、まず、ことの発端はですね、トランプ大統領との電話会談でしたね。ここでまあ G7 の招待を受けたと。で、この時点では、トランプ大統領はですね、オブザーバーなのか正式メンバーなのかというようなお話は全くしていないと思います。まあ、その時ですね、罪なことにトランプ大統領からG7 はもう古いと、G11 に拡大しようと思うみたいな話をですね、聞いて、まあ、得意の勘違いをしてしまったというところですね。で、まあ、それでもう心がワクワク状モードになって、即答で参加を表明と。まあ、中国のこととかね、全く考えてなかったのかもしれません。ここからですね、まあ、韓国のお得意の大妄想大会が始まったと。で、まあ、結局国際ルールが分かっていない韓国ですから、まあ、当然これは正式決定だと思ってしまいます。韓国の貿易体制が世界から高く評価され、国の格が上がったものであると。まあ、普通に考えればですね、日本を含む加盟国に打診も協議もなしに G7 の拡大を決定するっていうのは、いくら議長国であってもですね、まあありえないというふうに考えるのが当たり前かなというふうに思うんですが、認識というかですね、思考回路が普通常とは全く逆なので、日本に対してですね、相談がないということはまだ何も決まっていないと、普通は解釈するところ、日本はかわいそうですねみたいなね、反応をしてましたよね。はい。で、とどめはですね、まあ、EU のボレル外相、まあ、上級代表の言葉ですね、構成員を変え永久的に構成方式を変更するのは G7 議長国の特権ではないと。そもそも、参加国全員のですね、承認がいるということですよね。ということで、まあ、結論としてはですね、現段階ではオブザーバーとしての、参加はありえますが、G7 の拡大、11とか12とか言ってますけど、まあ、これは今のところはありえないということですね。ただ、まあ、今回のことでアメリカに噛みついたら面白いですけどね。もう言っちゃったじゃないかと。どう責任取るんだと。恥をかいたのはアメリカのせいだと。WTO に訴えてやるとかね。そういうことをやりかねないなというふうに思います。はい。まあ他のですね、国ですね、ロシアとかオーストラリアとかインドとか、まあその辺の反応はですね、例えばロシアについては、参加は否定的ですね。中国が参加しなければ意味がないというふうに言っているようです。
まあ、あと G7 の加盟国、まあ、特に EU ですね、はロシアの参加には反対と。で、イギリス、カナダも、支持をしないというような、状態ですね。オーストラリアとインドに関しては参加を表明しています。まあ、韓国のようにですね、まあ、国の格が上がったとかそういう認識ではなさそうですけどね。はい。ということで、まあ、各国の反応を見ているとですね、韓国がいかに異常な思考をしているのかというのがよくわかる事例かなというふうに思います。はい。少し長くなりましたが、今日はですね、G7 の参加に関して、まあ、早くもというか韓国が早とちりと。ただその早とちりもですね、もう人のせいにしているということで、まあ、誰もそんなことは、気にも留めないでしょうが、赤っ端確定という、記事をご紹介してきました。うん。はい。まあ、今後もですね、どういうふうに進んでいくのか、注目はしていきたいと思います。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。